あ、どうも、新年明けましておめでとうございます。藤丸です。本日は2019年10月10月じゃない1月10日でございます。ダークソウル3なんですけど、ちょっとなんか俺直っていうか亡者的な、なんか縛りチックなことをやるよって言ってたんですけど、まだちょっと心の準備が整ってないっていうか、俺あんまりまだダークソウル3のこと知らんのじゃないかということで、もうちょっと遊んでからやろうかなと思いまして、はい、ということで今回ね、ちょっとライトな、若干ライトな縛りを、やろうかなと思いまして、はい、でちょっと今回一人じゃ寂しいので、一人暇なやついたんで、ちょっとそいつと一緒に行こうかなと思ってます。カモン鶏。はい、どうも、暇人です。ああ、就職おめでとうございます。ありがとうございます。今言います。だいぶ前だったな。はい、ということで、チャボ吉と一緒にちょっとライトな縛りをやっていこうかなと思いまして、はい、はい、じゃあ早速行きますか。はい、了解です。私何もこのまま行く感じですかね。そうだな。お前何それ、何も武器ないの。私の持ってくるなって言われたので持ってこなかったんですけど。持ってくるな。あ、そうですね。今回知ってる人は知ってると思いますが、現地調達縛りっていうのを、某なんか狂気をトゥデイ的な人がよくやってた、はい、やつなんですけど、それをちょっとやっていこうかなと思って、で私これ素性今これ騎士で始めたんですけど、ボスを倒したら基本全捨て、装備は、はい、全捨てで、指輪とこう投擲アイテム以外は持ち越しありにしよっかなと今のところ思ってます。はい、ということで基本的にこんな感じでいきます。でこれちょっと残り火は必需品なので、はい、残り火だけは買ってもよしで、持ち越しももちろんありで、で受け渡しも OK にしようかなと思ってます。それ以外は基本的になしで、なので消えかけのソウルとかも基本的には持ち越し禁止。うわうわ、持ち越し禁止なので、はい、まあ、ソウルとかもまあボス倒す前に 使えるもんなら使ってみたいな。レベルに関してはですね、はい、あんまり上げすぎないように、まあ、拾った武器を使える程度にはちょっと上げたりしよっかなぐらいな感じで、あんまりよく先のことはちょっと行き当たりばったりになるかと思いますが、はい、やっていきたいなと思います。エストの強化はあり。はい、うお、まずまず早速やるぞ。はい、ハロー。ハローじゃねえ。ハロー。うわーわー、ちょ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 、はい、持ってる。ちょ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 、まずまず最初の獲物だよ。あれ、ああ、でも脱いだ。ちょっと待って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 。許すな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 、絶対に許すな。松明の方が強いのでもありますよこれ。ああ、最初からなんかグダグダな展開になっちまった。待て待て待て、当たんないか。落ちちゃった。パリ取れた。よし、減らねえな。おーおー、減らないですね。よし、ちょっとラグいか。ちょっとラグいですね。誰だこの人、なんか知ってる気がするな、なんか近かった。あっ、殺せ殺せ。最初の獲物勝利で飾るんだ。落下ダメージが痛いですね。いやー、減らねえな。アンくんか、飲まれたか。もうわけわかんないことになりますよ。いやー、ちょっとめんどくせえな。なかなかですね。でもここでやらないと、ナメとしてくれてる間にやらないと。バックスター取れないんだっけ、拳で。取れますよ。全然入らねえ。あー、エスター飲まれた。あー、まずいな。だが装備されるだけで死にますからね、こっちは。ダメ。俺、じゃこの辺になんか武器落ちてない。この辺、あー、モーチャが俺ちょっと落とすぐらいですかね。あー。
いやちょっと、そうなの、闇霊の侵入がなく武器揃う前の状態だとな。そろそろ飽きてきたかでもこの人もですね、飽きてきたっぽいですね。ちょっと最初の、はい、最初の第1話これで終わるかもしれないな。闇霊さんのキャッチャーうるして終わる。最悪だな。最悪ですね。こんなはずじゃなかったんだけど。はい、取れました。ナイス。やっべ、やっべ、あ、うお、あー、ダーカンド持ち出した。あ、なんか、なんか持ってんな。ダーカンドですね、あれは。え？ダーカンドです。あ、ダーカンドか。はい。貴重な生身早速失ったぞ。ですね。俺、だってもうちょっと今1個しかないぞ、もう。おっと、あ、ちょっと待って待って、まず捨てるか。はい、ちょっと生身になる前に、はい、なので、まあ強化アイテムこれあるけど、基本武器の強化は、はい、なしかな。ですかね。いや、どうだろう。あ、強化したとしても、要はボス倒したらそれは捨てなきゃいけないので、はい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 、って考えるとまあ、ありでもいいのかな。なんで捨てる前提で強化するっていう。そう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 。しようかな。まあちょっと叶わなかったら強化してもよいです。なるべくしないみたいな。はい。ゆるくいきますかね。でとりあえず僕ロングソードと最初に落ちてた折チョキ拾っちゃったんで、まずこれを捨てます。はい、了解です。破棄するでいいんだっけ。破棄するで大丈夫。はい、はあ、捨てちゃった。で騎士の盾。で指輪は OK とします。持ち越しはありです、はい、で、はい、火炎壺があるのでこれも発揮します。まとめて、あれん、あ、多分、まとめて発揮する、はい、あ、まとめて発揮する、あります。あれ、あ、でも確かこれやり方わかんないです。ん、あ、実行が三角なんだ。ああ、ですね。で、これは一応、消えかけのソウルがあるんだけど、これはだからボスを倒す前だったら使っていいけど、はい、倒しちまったら捨てなきゃダメっていうことなんだ。なるほど、はい、だから、あ、いや、ソウルはよしにするか。そうですね、直近的な。あの、そうなると、あの、はい、デーモンのソウルも捨てることになっちゃうから。そうですね、あ、ソウルはすごい行き当たりばったり。まあちょっとこんな感じで、ちょっと緩くね、はい、やっていきたいと思います。はい、ってことで、じゃあ生身になるよ。サイン出してちょうだい。出してます。はい、大丈夫です。ちゃっちゃと進まねえとな。そうですね。最初の入手です。最初どっちだっけ？こっちか。左です。まあ、呼ばれております。はい。何らかの武器が欲しいよ。そうですね、この辺。まず亡者がロングソードを落とすのと俺直行動します、ね。はあ、ドロップヒンガー。やっべやっべ、え、どうしました。いや、早速狙われてます。おう、了解です。あ、いる。よ、6、13。まあ、結構ダークソルさんのスピードが強いので、うん、なんとか。よし、なりそうであります。お、出た、ロングソード出た。おお、マジっすか、すげえ。おお、勝ちましたね。やった。勝ったな、このゲーム。ですね。ちょっと俺に任せろ、俺に任せろ、俺に任せろ。はい、了解です。ほら、おお、一撃じゃないのか。いやー、ちょ、私も早く武器欲しいですね。ちょ、こいつらなんか落とさないかな。俺直落としますよ、こいつら。ちょっとあれだな、捨てられた遺体のソウル。おお、嬉しいな、ドロップ。ですね、幸先いいですね。幸先いいな。それが最後のドロップだったみたいな。あ、ちょっと、痛い。あっか、痛いな。もう飲んでしまった。
じゃあ私 S2 本しか持てないんですよね今。半分しか持てないので。なるほど。なかなかちょっとケチりながら。後ろ。あ、まずい。飲んで3日目に攻めてなって。よっ。マックスタブ取りました。ナイス。時間稼ぎしかできない。振り押せなアロンソ。こんなん振りは出ないですか。あ、火炎壺が出た。あ、火炎壺をじゃあお前に託すか、とりあえず。ああ、そうや、こういう場合は OK という感じなんですね。ん、あれ、ああ、いえ、うん、あ、持ち越しができないだけで使ってはいいんだ。了解です、うん、あ、じゃあちょっと待って、私火炎壺5個持っちゃってるんでこれちょっと破棄します。あ、ダメ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 。はい、ですね、これ破棄しました。 OK です。あれ？火炎壺？ちょっと待って、まだ落としてない。あ、了解です。覇気じゃなくて置くな。その場に置くな。はい。まあ、2個だけど。OK です。私はじゃあ2回しか攻撃できないわけですね。これ、下に行けばなんか、あるん？下行かなきゃダメか。行かなきゃダメです。本当にダークソウル3。一応3、4回クリアしてるはずなんだけど。全然。ああ、こいつら。いや、こいつら厄介だな。槍が強いですよね。とりあえず私、あの後ろに回り込んで、バックスタブを。よし。はい、サブ、サブ、サブ。中出ろ！出ない。出ない。うん、うわぁ、まずあの弓矢、弓兵どうにかしなきゃダメか。そうです、了解。えいったい。おい、最悪君は死んでもう一回呼ばれればいいだけだから。そうですね、ここまで来ればいい。一緒に飲め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 。あぶね。もう S0 です。もうなし、もうなしですと。はい、もうなしです。弾なしです。当然ですが、君は自分の世界に戻ったら、はい、何装備してもいいから。了解です。と言っても、ここまであれだよね。はい、ああ、まあまあいい。現状は特にないです。はいはい。これドラゴンをあえて起動してから、あれ焼きます？焼くか。焼きますかね。ああ。この辺まで行ったら、どうしたような。俺が行かなきゃダメなのか。はい、あ、多分そうですね、これは。なんか厄介な人がいますね、なんか暴れる。ああ、こいつ俺ちょっと落とさないかな。よっ。あ、逃げられた。うち、くぅ、ダメか。この辺で待ってるとあっちにも入ってくれる。光ってないね。ああ、じゃあ、まあ、ちょっとこっちに進んでも了解です。え、ああ、大丈夫です。 OK です。いやー、倒せるかなこいつ。ロスリックの騎士ですよね。あ、エストニンが一本増えた。お、ナイス。じゃあちょっとこれで、まあ、待って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 、ね、あ、来ちゃったか、来ちゃったか。じゃあタイム。ナイス。ほい、あぶね、あぶね。一回ちょっと広いところで戦いますかね。ああ、私が隙を見てバックスタブを取るので、よっ、それで藤間さんのペイン火力で。はい、うえぇ、いったい。あー、取れなかった。よいしょ、まずい。ダメ、出し込みに負けた。いけた。よっしゃ、ナイスです。うん、なんか落とせ、武器。くそ。お前らなんか落とせ。いやー、落ちないな。最初のラッキーがでかすぎたな。ですなー。こんなもんか。こん
なもんだと思いますね。運のステータスとかも上げるのを視野に入ります。うん。まあ最低限なのであんまりポイフを上げれません。運は上げてんじゃないかな。もう弱音はあいか担当とか落としてくれる。私得意なんだけどね。結構これなんだ。確かそれ多分私が好きなやつです。火炎壺だな。マジか。あでもこのここは火炎壺有効だからな。そうですね、結構使えます。あはい、1個ごめんなさい。はいはい、はい、おかがり火は触れなくても良いですか。触れるどこ。了解です。上か、こっちです。確かこっちに何かアイテムがあったっけ。ああ、なんだっけ、あれだろ、透明眼鏡みたいな。あ、でしたか。あ、これは違うか。これは欠片だ。あーまあだから強化アイテム、はい、あーどうしよう。そうですね、強化アイテムも持ち越し不可にしてからしちゃうと、もう ほとんど強化できない。そうですよね。まあ一応強化アイテムは保留保留、了解です。持ち越しでいいんじゃない。了解です。1体ぐらいの辺にいたよ。いますね。いた。壺の威力。あっ、ぶね。おお。78ダメージでも嬉しい。おいし。もうエストないよね、君ね。ないです。じゃあ、はい。一回、しんどくか。そうですね、エスト瓶の補充が欲しいので。で、そこのかがり火まで、お前、自分のエリアで。はい、わかりました。爆走していきます。ああ。ではちょっと死んでいきます、はい、適当なモブに。あれ、いない。あ、俺こんなに黒かったっけ。あれ多分血のりがつくので。あ、そっか。あ、血か。血です。頼むよ、ま、はい。こ今闇霊来られたら結構最悪だから。了解です。今後しばらくお前のこと呼べなくなるから。そうですよね。お前ちょっと今持ってないの。今私持ってないですね。ソウルいくらある。あ、ソウル4200円あるので。ちょっとお前ババアのとこから1個買ってこいや。了解。ちょっと今走ってる途中なので。ああ、ちょっとそっちのかがり火についてるから。ああ、藤山さん一回かがり火最初に避難してもらってた方がいいよ。避難する。いや、はい、の方が良さそうです。危ない、危険だ。ババ3つぐらい売ってて、1個2500だから。ですね。なんか使えるソウルとかあって5000とかなんないのそれ。多分ある、多分できると思います。ちょっと、今普通にモブに殺されたので。おだく、ちなみにそっちの世界では何使ってんの武器。はい、私は武器持ってません。え？あ、武器、全部。クラブとかも閉まってきちゃったので。あ、そうなんだ。あ、後で取り出してきます。こっち攻略用の武器を。君は、だから、なんか、一本二本なんか忍ばせといていいよ。そうですね。そういうことが、しょっちゅう発生すると思うから。はい。藤村さんの世界に追いつくための装備で。そうそう。だからこっちの世界で使わなきゃ OK です。はい、OK です。なので、まあ今、チャボ吉が走ってる間に、まあここでやれることをもう一回、整理すると、まずカボタンでレベルアップアーマーある程度 OK と。そんなにアホみたいに上げる気はないんですが、まあ武器を装備できるぐらいのアップはしたいな。あと幸運もちょっと上げたいなと。でバーバーは基本バーバーから買えるのは残り火ぐらいですかね。あとこの辺の消費アイテムは基本的に今のところなしということにします。弓矢とか超貴重品になるぞ。そうですよね、最悪もう弓矢マラソンとかまで。で、アンドレでできることは、まあ武器の強化と
早速ロングソード許可しようかな俺。できるな。できますよ。今さっきかけら1個を拾って、もともとあの、はい、ここにたどり着くまでに1個拾ってたから、はい、やっちゃった。わしには何もくれないのに。だってないんだもん。で、あとできるのは、エストビンの強化と振り分けはやってよしと、はい、うん、あと他の商人たち現れたら買えるのは、まあ、残り火売ってる人からは残り火買えるっていうことぐらいでしょうか。はい、あ、もういるんだお前。あ、もう戻りました。はい、あ、赤い瞳のオーブンもらっちゃいました。あ、もういるんだ。はいはい、あ、じゃあ移動するよ。はい、了解です。